はい、こんにちは、昼間の12時になりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。言論アリーナであります。今日はですね、久々の昼の放送ということで、皆さん今ちょうど昼休みにかかったのかなということで、どうぞお気軽にですね、お聞きいただければというふうに思いますが、今日はですね、まあ、いろんな話題、これはもう政治政策の番組ですので、もういろんなことを喋りたいんですけれども、今日はですね、待機児童、保育、子育て問題ということで、それを中心にですね、まさにその道の、まあ、なんていうんですかね、まあ、有識者というか、これについて意見があるわよという方にお越しいただきまして、議論をしてまいりたいと思いますので、1時間どうぞお付き合いください。よろしくお願いします。この番組はですね、情報セキュリティ製品などを開発しておりますソリトンシステムズさんのスタジオをお借りして放送をしております。それでは早速ゲストを紹介したいと思います。こちら側ですね、まず画面、左側、はい、海老沢由紀さんにお越しいただきました。じゃあ自己紹介からお願いします。海老沢由紀です。よろしくお願いいたします。私は4人の子供も育てながら働く一人の女性として、この東京で子育てのしやすい、育児もしやすい、そんな東京を作っていこうとしまして、今回東京6月の東京都議選の公認予定候補として今活動をしております。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。じゃあお隣、永井さん、自己紹介お願いします。はい、こんにちは。株式会社カイホームの永井と申します。よろしくお願いします。私は、女性支援をテーマに起業しておりまして、そこで介護事業と保育事業を合わせて融合した施設というものを展開していくというところで保育に関わっています。本日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。皆さん、まあ、選挙前というとですね、どの政党がどういう公約を出すとかですね、あるいはその政権、今安倍政権ですけど与党ですね、まあ、これいろんな政策をこう出すということなんですけれども、この安倍政権になってからですね、私一つ今までと違うなと思ったのはですね、社会保障というとですね、大体まあ年金とか介護医療っていうその高齢者向けの政策にこうシフトしがちだったんですけど、安倍さんはですね、その待機児童、保育問題っていうその子育ての方にこうすごくこう力を入れて政策を進めようとしているんですけど、まあ、海老沢さん、はい、都議選の方にお出になる予定ということなんですけれども、はい、まあ、あくまで予定ということ で、ね、はい、まあ、しかし、まあ、予定ということはまあまあ政治家だということで、はい、そのいろんな思いがあって政治に出られると思うんですけど、この安倍さんの、はい、安倍さんのっていうか自民党のっていうのかな、今までにないそのこういう保育とか子育てに、うん、焦点を当てたっていうのは、まずどういうふうに評価されるのか。方向性としては評価します。もうようやくやっと現役世代、子育て世代に対する、まあ、政策が進んでいくのかなっていうところでは評価はできます。しかし的外れなところもたくさんあるなというのが、はい、感想です。そうなんです。大体この政策ってですね、待機児童とかですね、子育て少子化対策とか言うとふわっとくるんですけれども、当たってる部分というか、これはいいなと思う部分もたくさんあるんですけれども、ちょっと議論のために話題をいろいろ振ってみたいと思うんですが、最初に安倍総理がおっしゃったのって、待機児童を解消しましょうっていうことの前に育児休暇3年っていうふうに言ったんだけども、これについてちょっと評価をお二人に順番にお聞きしたいんですけれども、まず海老沢さん、4人のお子さんを育てながら今こういう活動されてるんですけれど、はい、育休3年ってあれどう思われる？いや、もう私は3年というの期間だけ伸ばすことは全く意味がないと思います。もともと派遣社員とか自営業の方でフリーランスの方、もともと育児休暇なんて取れない方々がたくさんいる中で、期間だけ延長しても要は周りの制度とかルールを変えないまま期間を延長しても全く意味がないですし、結局それは女性の労働力を活用することにはならない、企業は女性を雇いづらくなります。あれ3年もね、はい、
これはその3年間取れということではなくて、まあ、最長3年ぐらいの育休を与えたら、うん、その企業にあるいはその個人に何か、まあ、公的な支援をするとかなんとかっていうようなことになると思うんですけれども、うん、強制するっていうことを、いや強制じゃなくてその、うん、休みたいよと、うん、自分は休みたいんだけれども、そんな1ヶ月2ヶ月じゃなくて、うん、3年間最長ね、一番長くて3年間までは、ね、その国としては認めて、うん、休んでもその企業の負担とか、うん、個人のその負担にならないように何かこう支援しましょうっていう、うん、まあ、選択制のものだとは思うんですけれども、うん、実際にこれ女性の立場だと思うんですけど、3年長ければ長いほど、あの私なんか男だからかもしれないけど、うん、育児をする子供と接するっていうことからすると働かなきゃいけないっていうのは分かるんですけれども、うん、育児休暇も長ければ長いほどいいかなって一瞬パッとこう思ったりしたんですけれども、うん、ダメなんだやっぱり。いや、あの長いのは私は否定はしてません、うん、もちろんあの1年よりあの3年の方がいいと思います。ただもっと柔軟性を持った育児休暇というのが必要だと思います。例えばその3年だったら3年の中で、うん、まず1年休むで小学校入学前にまた1年休むとかも、あの取れる期間っていうものを長くして、だって小学校入学前ってね忙しいんですよお母さん。確かにそう、お父さんも忙しい。もうあの卒業式だの入学式だの入学準備だのってすごく忙しいんですよ。そういうところで育児休暇を使ったりとかって、あのスウェーデンなんかではもともと1年4ヶ月の育児休暇を本当にもう柔軟性を持って皆さん長い期間8年間くらいかけて取ってらっしゃるんですよね。そういう政策も日本でも必要ではないかなと思います。それ面白いね、その3年というのはその連続3年じゃなくて合計の3年というのは、はい、うん、そうなんですよ。それも面白い発想というか、そもそも連続で取る必要性があるのかなと思うんですよね、うん、そうするとあの逆に今3年丸々取っちゃうと職場に戻りづらいとか、あの浦島太郎になっちゃうっていうことがあると思うんですけど、まあ、そういった形にすると何度か会社に行きながら育児休暇を消化できるので、まあ、その問題も解決ができるんじゃないかなというふうに私は思います。だからそれは育児休暇っていうあの言葉だけ捉えるとなんか連続って思っちゃうけれども、うん、その全くダメってんじゃなくてそういう柔軟性を持てという、でもそういう話って出てますかね、メディアで報道で見る限りそういう、今海老沢さんがおっしゃったような3年つってもその3年じゃねえと、例えば細切れにしてっていうのは出てないよね、うん、あんま聞かないですね。なんか連続だよね、うん、多分抱っこし放題3年っていうキャッチフレーズが確かついてたと思いますんで、連続してっていうイメージの方が、そうですね、でもそもそも今の日本って男性の育児休暇の取得率が 2.67 くらいですよね。100人のうちのお父さんで3人も取ってない状態で、うん、3年にしたって結局また女性でしょ、うん、まずは男性が取れるようなあのシステムを作らないとダメだと思います。だけどね、はい、その世の中は変わってきてるんですけど、うん、2009年に自民党の自公政権が民主党政権に変わったじゃないですか、うん、で民主政権交代っていうのはそのやっぱり政治は変わるんですよね。だから今はもう消えちゃったけど、うん、子ども手当だとかあと高校は全部無償化しようってちょっと変わりましたけど、うん、そういうふうにいろいろあったんですけど、まあ、3年でダメになっちゃって自民党公明党自公政権に戻ったんですよね、うん、でも自公政権の中枢というかですね、はい、まあ、上の方っていうのかな、年配の議員さんの方の話を聞くと、うん、これね、あのこの視聴者の皆さんの世代 何歳ぐらいかちょっと後でアンケート可能であれば取りたいと思いますが、やっぱりその若年層の発想と、うん、今の与党の政治家の発想って全く違う、うん、おっしゃる通りだと思いますと思うんですよね、うん、例えばすごく60代70代の本当閣僚経験者でね、もうザ政治家みたいな先生いっぱいいるじゃないですか、うん、そういう方と話をするとあのね、やっぱり育児とかはそもそも親がまずやるもんだと、でその特に、ね、おっしゃるようにお母さん母親がまあ付きっきりでやるもんだと、そのなんつうかだからパパが働いてママが専業主婦っていう、その、うん、もう典型的な昔の昭和の時代ですよね、うん、そうそう昭和の時代、うん、で僕なんかはその昭和40年生まれなので、うん、まあ、皆さんもっと若いと思うんですけど、私は昭和40年代生まれです、うん、40年生まれですので、まさに父が
働いて、まあ、普通にサラリーマンですかね、うん、働いてて母親はずっと家にいるっていうのだったんですよ。だから私も恥ずかしながらですね、ついこの間まではついこの間だっても結婚するまでだから、まあ、10年ぐらい前ですけどまではその今皆さんが反対するような側にいてそれが普通なんじゃねえのと思ってたんです。でも本当に皆さんそうだと思います。私も、うん、石川さんと同じでもうあの本当典型的に父が朝早くから遅くまで働いて、うん、母が専業主婦で子育てをしてっていう、もう本当にそういう、うん、あの日本の家族で育ってきましたので、うん、もうそういうものだとずっと思ってましたね、うん、ただ意識がそろそろ変わってくる転換点に来ているのかなっていう、うん、だそれはなんで変わってきたかっていうと、はい、女性が社会進出をし始めたというのもあって、でかつ女性の労働力がそのすごく大きな経済を生み出す、これは男じゃできないっていう女性の仕事って今はね普通でしょ、もういくらでもあるじゃないですか。でも昔ってなかったっすよね。だけど今はたくさんあって、それとやっぱりその男だけで労働力としてはパイが縮んでいくので、いや移民を入れるかその誰を使うかってなると、やっぱ女性の労働力っていうのはその労働力としてすごくいいっていうふうに価値観がこう変わってきたんですよ、実際の民間の現場では。だけどお上というか上の方が変わってないから、永井さんなんかも今これから事業をやろうとして介護ームですよね、永井さん。ね、介護ームだから介護と保育でしょ。そうです。で介護ームなんですよね。はい、介護ームの名前自体がもう介護の介と保育の、うん、その家ということで介護ームっていう名前なんで。そういう新しいそのなんていうかな、女性の働くことを継続させるべきだという価値観がこう民衆というか選挙民の方はあるんだけども、議員さんってね、海老沢さんね、これからそういう道行かれると思うけど、議員さんって意外とないよ。うん、僕ね本当そう、俺とか言っちゃいけない、僕は本当そう思って、だから自民党の議員さんも、いや民主党にもそういう人多いですけど、やっぱり、ね、がっくりというか、あこれなんでだろうなって思ったりすると、でも議員さんと話すとね、有権者が年配の方が多いっつんだよ、ね、いやね、まさしくねそこなんですよ。はっきり言って政治家からすると、うん、若い人はいないのと同じです、うん、だって選挙って勝たないと意味がないじゃないですか、うん、だからね高齢者のために頑張りますって言った方が通るんですよ、うん、だから若い世代のために保育政策とか若い世代の雇用がどうのこうのって言ったって、うん、投票行かないんですもん皆さん。そこで結局もう何十年も積もりに積もった結果、今みたいな世代間格差、高齢者のために使われる税金と若い世代のために使われる税金がもう11対1ぐらいの差が開いてしまって、だからやっぱり私たちにも責任があると思うんですよね。これから の自分たちが生きていく社会のルールというのを作っていくためにも、若い人たちに積極的に政治に参加してもらいたいなっていうのはすごく思います。今、うん、海老沢さんは11対1とおっしゃいましたけど、これご覧の皆様ですね、11対1というのは何かというとですね、日本の社会保障って、うん、ほとんどが高齢者向けなんですよ、うん、ほとんどが。で保育、まさにその永井さんがこれから展開されようとしている保育の分野っていうのは意外や意外少なくてですね、金額だけでいうと本当に1割もいかないぐらいの寂しい、お寒いあれなんだっていうこと、数字で見れば分かるんですけど、これをしみじみ言ってたのがね、民主党時代の厚生労働大臣だった小宮山陽子さんなんですよ。小宮山陽子さんが一度別の番組に出ていただいた時に、あの方は子ども手当っていうのはすごくこう一生懸命やって、民主党ね一丁目一番地だったけども、女性という立場では小宮山さんが今もう引退されましたけど一生懸命やっておられて、これは自民党と全く違うのよと。で私は殴りったって同じじゃねえかと思ったんですけど、やっぱり民主党は政権になってからそういう価値観は少し変わるかなと思うきっかけにはなったと思うんですが、まあ今自民党政権に戻って、でも安倍さんは頑張ろうとしているので評価はできるし、永井さんはそういう分野でこれからビジネスだもんね、株式会社だから。そうですね、株式会社なので本当に今安倍さんに推していただいてる株式会社参入でっていうような民間の力をっていうところで追い風にしていきたいなと思っているところですね。だから、ね、うん、
あの私がこう紹介するというかご本人の前ではですけど、介ホームっていうのは介護と保育っていうのは、はい、なぜこの2つをやろうとするかっていう理由ってのあるんですよね。いくつかあるんですけど、うん、まあ、現場でいうと子どもたちにとってもまた高齢者お年寄りにとっても、うん、その異世代の交流っていうものがそれぞれにすごく効果を発揮するっていうのはまずあるんですけど、まあ、私の事業主の立場としても、あの女性支援っていうところでは、そこにヘルパーさんとして通ってくるお母さんがまたそこで子供を預けながら自分も働き続けるっていう、まあ、身近に子供がいながら働くっていうことも実現したいなと思ってますし、まあ、先ほどから出てたあの女性っていう立場でも介護においても保育においても両方がどうしても家庭の中では女性の仕事になりがちなので、そこをあの外ですごくいいサービスというものをこう提供することによって、より女性の力がまた外に出ていくというのも後押しできるかなと思ってます、ね、あの最初ね、私ね、天井さんのお話を以前ね、ある伺う機会があってお伺いした時に、この介護ホームっていうのはそのこうお年寄りと小さな子供たちの触れ合いだなってまず頭に浮かんだんだけど、はい、元はね、2つ目の理由なんですよね。その介護って離職率がものすごく高いじゃないですか、はい、であれ7割が女性なんでしょ。そうですね、全国的には7割が女性だと言われてますね、うん、そういう女性の、まあ、ヘルパーさんなりそういう職員の方が結婚をして、まあ、妊娠出産しようって時に、だから冒頭の話ですよ、そのやっぱり辞めざるを得ない、そうすると介護事業所も困っちゃうんですよ。そうなんですよね、あのどうしても20代でも介護の職についてで子育てをする、出産をしましたっていうのを機に辞めてしまって、うん、でまたあの手が離れたぐらいで帰ってくるっていうのが、どうしても30代40代の働き手っていうのが辞めてしまうっていうのはすごくもったいないっていうようなとこですよね、うん、そういうだから職住じゃねえや、なんだろう、職場と子育て、うん、職育、育児の育の近接みたいなものって、うん、託児所っていうのはね、企業なんかにもありますけれども、うん、それを介護と保育でやりましょうっていう話なので、すごくこれからは介護ってバーッと広がるでしょ、うん、だからニーズはね、うん、素晴らしいですよね。すごくニーズはやっぱりさ、現場にいてその喜ぶこいつがその、まあ、これから開かれると思うんですけど、皆さんこう勢いある、そのお客さんっていうかニーズっていうか、やっぱりどこでこの話をしてもやっぱりそれっていいよねっていうのはすごく言っていただきますし、うん、現場で働いていて実際に本当に若い子が結構実は多いんですね。うちの周りの事業所とかになりますと、大体20代の女性っていうのもたくさん働いてますので、その人たちにとって辞めないでも続けていけるっていう環境っていうのは欲しいという声はありますね。だけどあれ、うん、介護にしても保育の事業所にしてもやっぱり行政の、まあ、それは国なり自治体なりの許認可とかね、あと補助金なんかないとやっぱりなかなか民間だけじゃ難しいじゃないですか。そういうところを安倍さんはやろうとしてるんですが、そのこれから事業始められるわけですよね、はい、で自治体でしょ、国じゃなく厚生労働省じゃなくて自治体の方に行かれてるわけですよね、申請とかそういう手続きとか。そうですね、今は自治体ですね。それで具体的な事業は来年ぐらいから、春ぐらい、はい、からやろうとしていると。そうするとまず関東のあたり、関東からですか。関東です、関東です。あ、そうですか。どうですか、その準備っていうか今そ, う、ね、それで忙しい。結構区の方に出向いて、うん、やりたいところでいろいろと保育の課の方に行ってですね、申請の話をするんですけれども、やっぱり今のところこう法律がどうしても変わってきてる狭間だっていうようなところが一つと、あとは前例がないっていうところで阻まれてしまったりっていうのはちょうど経験しているところって言いますか、ね、それをどういうふうにこう、うん、クリアしていくかって、ね、俺たち育休されるって前例ないよねなんだけど役所はそうかよね。本当そうですよね、何でも前例前例前例がないからで何にも結局進まないのが日本ですよね。あれね、前例ってね言い訳なんですよ、うん、前例があるっていうと上の決裁が通りやすいんですよね。これが民間企業と私はものすごく違いだと思うんですけど、うん、まあでも民間企業でも大きくなっちゃうと前例主義の会社ありますけどね、うん、別にどことは言いませんけど、うん、だけど役所ってね、海老沢さんもね分かるでしょ、前例ってそればっかりで前例ないからダメですとか言って。本当そうですね。でも物事全部前例ないんだよね、うん、初めてやるとき、うん、初めてやるときそうですよね、本当は、うん、だ最初のステップってまさに生みの苦しみで、それをこう打破してもらい
たいんですけれども、アベノミクスはそういう点では3本目の矢の3本目ですけど、あ、3本の矢の3本目ですけど、うん、ね、冒頭安倍沢さん評価はできると言ったけれども、うん、でも具体策がねこれから、うん、で 今維新の会という立場で、まあ、おられて政党はちょっとこの際置いといて、うん、その保育政策ということを話題戻して具体的にやっていきたいんですけれども、うん、東京都議の都政の方に、まあ、目指してられるということは、東京都っていうともう、うん、一個の国みたいなもんですよね。もう GDP 規模から、そうですね、もう財政規模から言っても、うん、はい、一つの国みたいですね。で、東京都って結構国と違う制度いっぱい持ってて、まあ、よしあし両方あるんですけれども、海老沢さんは4人のお子さんがいらっしゃって、うん、その今保育機関の方は何人でしょうか、はい、ね、末っ子の1人が今保育園に入ってます。今昨日で2歳になりました。そうですか、はい。ただ、もう1年以上前から認可保育所の方に申し込みしてるんですけども、うん、もうずっと入れないままで、まあ、やっと認証保育所の方には入れたんですね。認証保育というのはですね、東京都、言葉を整理しておきます。認可保育所というのはですね、国の認可保育所でありまして、国の補助金が出ているところであります、うん、それから認証保育所というのはですね、東京都という自治体の独自の制度であって、ね、だから認可保育所と認証保育所っていうのは、まあ、保育をする場ではあるんですけれども、うん、やそのなんていうんですかね、支援をしてくれる主体が国か東京都の違いという、この2つ、うん、ということなんですよね。なので、もちろん認証の方にも補助は出てるんですけれども、もう認可と認証を比べると補助の額があまりにも違いますね。例えばもうそれは保育料を見ても分かるんですけれども、私の三男が去年まで認可保育所に通ってたんですね、ええ、で保育料が約2万円だったんですけど、月々、はい、はい、今入ってる末っ子の認証保育所の料金は、7万円ですね。7万円ですすごい7万円だからやっぱり皆さん、まあ、杉並とかいろんなところで認可保育所に入れないお母さんたちの、まあ、デモが、保育園一揆が起こってますけども、起きてますよね。やっぱりね、うん、これだけ金額が違うと皆さん認可って言いますよ。もちろんね、その面積だとか、うん、園庭がないとか、まあ、多少認証の方が狭いとかね、うん、そういうのはあるんですけれども、うん、まあ、でもやっぱりね、保育料ですよ。7万円ってでかいよ。大きいですよ、うん、だって3番目のお子さんが2万円でしょ、はい、じゃそれ3人分より多いわけじゃん。そうです。やっぱり皆さん月8万とかね、10万稼ぐために保育所に預けて働いてるお母さん周りにいっぱいいるんですよ。で7万取られたら3万だよね。いやだからもう皆さん認可外はだから預けられないっていうふうにおっしゃいますもんね、うん、私はね、自分の2人とも幼稚園だったんですよね、うん、なんで幼稚園かというと、出勤の通路、動線上にあったからというのと、あとはそこしかなかった、うち世田谷区なんですけど、そこしかない家の近くにっていう理由でやったんですけど、うんうん、幼稚園もね、バカになんないっすよ、皆さん幼稚園抱えてる親御さんいらっしゃいます？私はね、幼稚園は私立の幼稚園だったんですけど、うん、東京都か国かどっちか忘れましたが、補助金が出るんですよ。補助金がね、月ね1万5000か2万円か、補助金が出ても私は月々4万円弱払ってて、だからないと6万円とか、幼稚園も高いんですね。ただその幼稚園は高いんですけど、高い分だけリターンがあるんですよ、ね、ものすごい立派な施設とか、例えば園内で図書館みたいなのあるんですけど、すっげー充実してたりして、あとお遊び道具もこれはすごいわって言ってそれなりにあって、付加価値があるんだったらいいですよね。付加価値はある幼稚園でしたけれども、うんうん、でもその7万円ってだけどそれだけどずっとこれから払うの？いやもう要はずっと認可保育所待ちですね。一応申請はしてますので、うん、ただもう本当に空いてないので入れないですよね。あれ、ちなみにね、はい、ここで待機児童という四字熟語のあれに入りたい、定義に入りたいんですけど、海老沢さんのお子さんは認証保育園に入ってるわけでしょ？そうなんです。で、認証保育園に入ってるお子さんは、うん、はい、待機児童どの数にはカウントされないです。そうなんだ。なんかそう考えると本当に表には出ない、うん、もう水面下ではもうたくさんのお父さんお母さん保育所待っているという状況になりますね。
からもうどこまでニーズがあるのかっていうところを正確には、まあ、国は把握してないと思うんですけども、うんうん、これは、まあ、手前味噌でちょっと恐縮ですけど、うん、私は保育政策ってのは前から関心があって、あの厚生労働省がですね毎年4月と10月に待機児童数っていうのを発表するんですよね、でこれは4月はだいたい2万5000人とか2万6000人とかそのぐらいのオーダーなんですよ、で10月はちょっと増えるんですね、おそらく引っ越しとかなんとかだと思うんですよ、4万人のオーダー4万何千人ってなるんですよ、ね、だけど4月になるとまた戻って2万5、6000人とか7000人とかになる、まあだいたいそのぐらいですよ、でだけど日本って毎年100万人ぐらいの赤ちゃん生まれて、どう考えてもなんかリアリティないなと思って自分なりに試算したら360万人という数字を、まあ、日経新聞なんかにも載せたら、まあ、いろいろ反響あってですね、まあ、さ私の言って出た数字が正しいかどうか別としておっしゃったようにどのぐらい待機児童数がいるかって正確に数えてないんだよね、もちろん、ね、保育所ができると今まで働こうと思ってなかったお母さんたちもあやっぱり働こうかなって思う人も増えますしね、どん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 増えていくと思います。そうだよね、潜在的なものは出てくると思います、だから例えば永井さんは株式会社でやろうとしてるわけでしょ。そうですね、はい、認可保育所っていうのは社会福祉法人しか取れないので。あ、大丈夫ですよ。あ、取れるの株式会社でも。ごめんなさい、株式会社でも取れるんだ今は。一応、ね、取れるという法律に2000年に改定されたんですけど、実際に取れてるかどうかっていうところは、ただ今横浜の方では、認可保育所の4分の1が企業経営です。そうですね、横浜が一番進んでますね。なので今どん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 その株式会社が参入してきているので、私はもう行政だけでは絶対に解決できないので、もうどん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 永井さんのような株式会社の方に入ってきていただいて、もうどんどん増やしてほしいなと思いますね。そうそう、だから、はい、ごめんなさい、私勘違いしたのは、私世田谷区に住んでるんですよ。世田谷区役所は株式会社を認めないっていう方針をずっと言ってたので、それで私もちょっと早とちりしちゃったんですが、でもこの間新聞見たら世田谷区もようやく株式会社の参入を認める方向ということで区長が、はい、話されてましたけども、今までずっと保育の質がどうのっていうことで、そうそう、はい、あれいろいろね、社会福祉法人の方のお話を聞くとそれなりの理由があるんですよね、保育の質で大事で今までずっとやってきて、それでまあもちろんノウハウもあるしプライドもあるしそういうメンツもあるしっていうのもあるんですけれども、永井さんはこれからまさに株式会社でやろうとしてて、保育の質っていうふうに言われた時にどう答えようと思ってらっしゃいます？そうですね、保育の質ってまずはサービスを提供している実態での質っていうところが一番大きいと思うんですけれども、そこに対してははっきり言ってそこでサービスを提供する保育士さんたちの質というところとどうしてもイコールになってくると思うんですね。で、そしたら株式会社が展開するとなりますと何店舗もこう持つことも可能になってきますので、そういう形でたくさんの店舗を持っているとそこで雇っている保育士さんたちを集めての研修というのもできるようになりますし、例えば何か人間関係でちょっとうまくいかないんだっていうとこう配置の転換っていうことも可能になってきますし、そういった形で大きい保育園で社会福祉法人さんが認可保育園で大きくやってそこで1園だけですよっていうよりはたくさん園があるっていうことはちょっといろんなメリットが出てくるとは思ってますね、そういった。でも保育の質って介護もそうじゃないですか。介護の質といって介護はでもねすごく株式会社が今は増えてきて、なぜ増えたかというと多分もう株式会社を入れないと賄えないからっていう別の事情もあると思うし、株式会社で介護サービスに入ろうとしている人の意欲だとか熱意だとかというそういったものも総合的 に反映されて、介護についてはものすごくねまさに企業の参入が増えてるんですが、保育はまだまだだっていうのはでも議論聞いてると保育の質ってこれ壁ですよ ね、 そうですね。これどういうふうに政治家なり、あるいはお役所の行政の、担当者ですよね、担当課長さんとか担当者の人とか、あるいはもう社会福祉法人の行まさに既存の、既得権と言っちゃ失礼だけど、そういう方々を納得つのかな、スルーするというか、これはだけどどうやって打破するのかな、そうですね、そのすんげえ課題なんだけれども、誰か安倍さんみたいな人が俺やるぞみたいに言ってくれないと実質できないよね。
政治主導でないと、もう政治主導ってことは廃れちゃったけど、うん、それはだから海老沢さんも政治の世界に入られて、はい、もう決断だよ。本当そうですね。もう決断の連続だと思うんですけど、うん、例えば今あの保育の質の話になったんですけど、面積とか、うん、保育士さんの、数とかの数とかね、あと園庭があるかないか、まあ、認可は園庭がいりますよね、うん、で認証保育所はあの近所の公園で代用ができるんですけれども、うん、それで大丈夫なんですね。で、皆さんよく他のお母さん方の話を聞いてるとよく分かるんですけど、どうしてもその園庭があるところじゃないと嫌だとか、あ、お母さんたちの方が、あ、お母さんたちがその園庭が、あの認証は園庭がないから嫌だとか、狭いから、うん、できたらあの認可保育所の広い、あの大きな広いところで子供を預けたい、うん、気持ちは分かりますよね。もう親として私もそうですけど、うん、私もそうかもしれない。広いところでのびのびとあの、うん、育ててあげたいって、うん、もうそれは親の気持ち。でもだけど、うん、実際今日本中でもう待機児童が溢れていて、うん、で待機児童の8割がもう都市部にいる状況を考えるとね、うん、あの住宅事情もそうじゃないですか。私たちもあのすごい狭いマンションに家族6人住んでますけど、やっぱりその悪い住宅事情も、まあ、受け入れるっていうことが都会に住むっていうことなので、まあ、それは保育園にも当てはまるのかなと思うんですよね。今ね、うん、これね、このコメントね、はい、さっきからずっと見てるんですけど、やっぱり都市部は無理だと、うん、もうないと、そうですよね、いうのは結構そういう趣旨のコメントが多いですね、うん、だから本当にもうあのもちろんごめんなさい、あのコストのこともそうなんですけど、うん、もっとこう流動性のある保育園、うん、まあ、小さな小規模な保育園っていうのをどん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 あの作っていかなければならないんじゃないかなと思いますね。小規模っていうと19人以下ですよね、うん、まあ、20人に満たないというのは確か国の定義、そうですね、だったと思うんですが、はい、うん、それを増やさなきゃいかんということは今あんまりないってことなんでしょうね、うん、これはね、あとまあ本当にね、保育ママとかで、うん、あのまあ3人、2、3人のね、うん、子どもさんを見るっていう、まあ、そういったあの政策が必要になるのかなと思うんですけどね。その面積の問題もさることながら、うん、さっきもね、あのお二人の議論の中で出てたのは保育士さんの話で、ほとんどは女性だと思うんです。この間もちょっと大阪の番組に私ゲストとして出た時に、あの大阪の専門学校か大学かちょっと忘れましたが、要するに女子大生ぐらいの年齢の方々のクラスがあるんですよね、うん、保育保母さん、いわゆる昔の保母さん、ね、を目指している方の教室をずっと特集してるわけですよ、うん、2年間やるっつうんですよね。2年間、うん、2年間も必要なんですねいやでも本当ね、石川さんおっしゃる通りで、例えばあの保育ママもね、せっかく制度があるのに進まないのはそこなんですよ。保育ママの研修時間っていうのがものすごいんですってね。結構もうありますね。すごく不評みたいで、あ、そう、ええ、ちょっとこれおそらく200時間っていうことをちょっとごめんなさい、あのこれ本当に正確かどうかわからないんですけども、もうとにかく研修が大変で、なかなかで結局それでも職がないので、研修受けても仕事がないという状況になって、なかなか広まらない。それで、うん、保育士さんってでも、あれですよね、余ってる、あの資格を余ってるっていうのは、資格を持った人はたくさんいて、うん、その中で保育園に勤めてる人の数ってのは意外と、うん、低いと、低いって言われてますね、と言われてるの。それはなんでなの、うん、まあやっぱり労働環境っていうのはあると思いますね。こう労働環境としては長い時間働くのに、給与のもらえる給与としてはどうしても制度のビジネスになるので、うん、低いっていうのは保育士さんの世界になりますね。給料は確かにありますね。うん、これも厚生労働省の統計なんですけどね、産業ごと、大まかな産業ごとの平均賃金を見ると、うん、全産業だとね、まあ、35万とかそのぐらいなんですよ。大体そのぐらいなんですよ。30万の半ばぐらいなんです、うん。でお医者さんがね、やっぱり高くて70万とか80万とか、ちょっと詳しいことは手元にないんで忘れましたが、大体高いと、うん、ところがね、やっぱりね、保育士さんとか介護のヘルパーさんっていうのは20万前後なんですよね。本当それぐらいですね。民間の方たちはそうですよね、うん、でも認可に勤めているあの保育士さんって
年収800万ぐらいとかありますよね。そんなにあるの？なんか要はその本当に保育士さんのお給料もこの認可保育園とその他の保育園で大きく差があるんですよ。統計の取り方がちょっとあれだな。それは統計を取り直すというか取る箇所の問題だね。統計っていうのはですね、皆さんね、これあの役所のあのなんていうのか、恣意的と言っちゃなんだけど、役所が決めるので対象を、ひょっとするとですね、全部が全部公式なんだけど正確かどうか分かんないというこのなんかパラドックス的な言い方で失礼ですけど、公式では低いんですよね。正確にはしかしおっしゃるように、もちろんあの保育士さんはあの民間のね、民間の保育士さんのお給料は低いですよ。もう本当におっしゃったように民間の、ね、あの認可ね、認可、うん、認可だけど株式会社の認可保育園は低いと。そうですね。でも永井さんなんかこれから経営するわけでしょ、はい、それってマネジメントの大きな要素だよね。やっぱりあの求人の募集のところから変わってきますよね。だってやっぱり何時間時給っていうんですかとか、そうするとみんな計算するじゃないですか。ああ俺の給料は月々いくらになるってなる、うん、それ結構重要だけれども、でもそれを民間の資金だけで回せるかって言われると、回せないから今まで流行ってないんじゃないかと思うんですよ私は。まあ、どれぐらい本当に運営費で、うん、あの補助というものがつくのか、うん、どれぐらい補助していただけるのかっていうのは今ちょうど議論されているところだと思うんですけれども、結構それで株式会社がやっていけるのかどうかっていうのも決まってくると思いますね、うんうん、だからその、まあ、事業だからある意味保育も介護もそれ医療だってビジネスっちゃビジネスなので、うん、全部が全部公的税金の補填ってわけにもいかないんですけれども、うんうん、ただ社会保障の分野ってやっぱり補助金とか、それは介護保険ですよ、医療保険ですよ、そういうとこからお金を回していかないと成り立たないと思うんですよ。そこは入れていかないとダメですよね、うんうん、ただやっぱりね、そのどこまでコストかけるかっていうこともあると思うんですよね。例えばそれは確かに今保育所が足りないからといって、うんうん、例えば認可保育園ね、どん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 税金使ってどん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 増やすことが果たしていいのか。もちろんその待機児童は減ると思うんですよ。でもその先のこともやっぱり考えていかなければならないなっていうふうに考えてまして、例えばあの今歯医者多くないですか？多い、うん、もうどこに行っても歯医者だらけじゃないですか？私は助かってますけど、はい、あの私 の, あの主人が歯医者なんですけれども、そうなんですけど、あの昭和40年代頃は朝4時頃から患者さんがずらーって並んでたんですよ。朝の4時？もう本当に4時5時、要はオープン前に並ばないと見てもらえないっていうので、もうそれぐらい歯医者が足りなかったんですね、うんうん、で足りないからといって国が歯医者作っちゃえって言って、もう歯科大どん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 建てたんですよ。大きな大学をボン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 、うん、そうなんだ。それで大量の歯医者が生まれた結果が今なんですね。皆さん知ってましたこれ？もう30年も前から、うん、あのこんなに歯医者が余ることはもう予想はしてたんですよ。予想してるのに今でも歯科代減らせないし歯医者減らせないんですよ。だから本当に一旦作ってしまったものって後戻りできない、減らせないっていうのがやっぱりあるので、どっかのダムとかどっかの高速道路もそうだよね。よ、公務員ってやっぱりあの継続性というのをすごく重視するじゃないですか。そう、うん、作るって言ったらもう作るみたいなね、うん、なのでなかなか そういうところもやっぱり考えていかないといけないかなと。だから例えばおっしゃってるのは、うん、あの認可保育園作りましょうっつって、うん、お庭もいっぱいあって、うん、そのまあ、建屋があって作りましたと、作った方がいいんだけど30年経ったらどうすんのというような話ですよ、うんうん、あとまあそうですね、あの先日あの衆議院議員の山田先生とおとといかなお電話であのお話ししたんですけども、山田先生はあの以前杉並区の区長さんをしていまして、当時 あの0歳児の保育園のコストどうだったんですかなんて聞いたんですよ。50万かかったって言ってました。月保育園の運営費だけで0歳の子1人見るのに50万かかったとおっしゃってました。だからもちろんその男女共同参画の、ね、視点から見るともちろんコストだけは、ね、言えないんですけれども、やっぱお母さんたちってなかなか知らないと思うんですよね、うん、それぐらいコストもかかってるんだというところを、その、まあ、選択肢の一つとしては、例えばね、働きたくて本当にキャリア積みたくて
働いている女性もいるんだけども、うん、お金が厳しくって、うん、もう旦那の給料だけではやっていけないっていうことで、うん、もう本当に8万10万のために働いているお母さんも事実いるわけですよね、うん、でね、もしね50万かかるんだったら、まあ、10万円とか20万円とりあえず渡して、まあ、お家でその間ちょっと見てもらうっていうことも一つの選択肢としてはあるんじゃないかな。それつまりお母さんが見ると、まあ、そうですね、まあ、それももちろんお母さんでもお父さんでもいいんですよ、うん、それは家の人ね、うん、要するに、うんうん、そう、まあ、それも一つのね、一つの選択肢としてあるんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。だから結局待機児童とかこの子育て政策っていうのは、うん、保育園をどう作りましょうとか保育士をどう確保しましょうっていうのも大事ではあるんだけれども、うん、そればっかりやってると金がいくらでも足んねえよって。やっぱりもう少し大きな視点でね、いろんな角度でやっていかないと解決ができないんじゃないかと思います。本当に、まあ、これ介護もそうだし医療機関もそうだと思うんですけど、まあ、さっき道路とダムって私言いましたけど、設備投資でやっちゃうと、うん、どうしてもそれ使わなきゃ使わなきゃって思って使うじゃないですか、うんうん、でも世の中の移り変わりで使えなくなったところはまあサンクコストといって埋没してしまうと、うんうん、空き家になってもったいないと。だから今のその認可保育所を作れという議論は、うん、なんかその必ずしも広い園庭、それなりの園庭で、それなりの園舎っていうんですかね、建物がないと私は嫌だ、俺は嫌だというパパママの気持ちは分かるけれども、それだけだとできないので、うんうん、まあちょっと例えば小規模とか、うん、そういう保育ママとか、ね、ママとかそういうところで、うんうん、それも考えてよっていう話なの、うんうん、実際に待機児童というところを減らしていこうと思うと、小規模なものっていうものをどんどん活用していくっていうのをこう使う側としても、それを使ってっていうところをもう少し認可認可っていうところだけではなくて、でもあれですよね、そういう意味ではその厚生労働省の統計の取り方にもよるんですが、さっき言った待機児童大体4月時点で2万人台というのは、認可保育所に申し込んだ人の中から認可保育園に入れなかった人の人数なんですよね、うんうんうん、だから潜在的にどのぐらいいるかっていうのが、おそらく何十万人何百万人か分かんないけど、うん、たくさんいるだろうっていう数字がちゃんと出ないもんだから、うん、逆にね切羽詰まってないと思うんですよ。だって2万7000人ぐらいだったら作ったらできると思っちゃうもん、うんうん、箱物だ。逆にもっとたくさんいるよって出せば、海老沢さんおっしゃるように別の柔軟な、うん、なんていうの、仕組みだとか、うん、何だろうかっていう知恵を、うん、もっとみんながやっぱり、ね、選択肢が少なすぎますね。今女性が選択できる環境が必要だと思います、うん、別にね認可、うん、もう本当に認可と認証私もいらないと思うんですよ。そもそも認可っていうの何なんだと思うんですよね、うん、保育所、まあ、株式会社の保育所もそうですけど、もうどの保育所も一律一緒にして、もうバウチャーをね、保育バウチャーを配って、保護者がそれぞれ選んで保育園にこう行けるような、そういうこともいいのかなと思うんですけどね。これから安倍さんはね、4月にその待機児童解消加速化プランといって、うん、5年間、今年から5年間で80万人、はい、ごめんなさい、40万人の待機児童の受け皿を作るって言ったんですよね、はい、うまい言い方なんですよ、うん、保育所を作るって言ってないんですよね、受け皿を作ると言ったので、多分今、うん、海老沢さんおっしゃったような柔軟なものも含みおいておっしゃったと思うんですけど、うん、具体的なものっていうのは、まあ、厚労省が今資料いっぱい出してて見れば分かるんですが、柔軟性という意味ではちょっと足りないなとは思いますね。やっぱ従来型の発想に拘泥しちゃってる部分があって、だから選挙が終わって、うんまあ、政党の枠組みはどうなるか分かりませんが、うん、そういうところでこう声を上げてって少しずつこう実態に合ったようにしていくチャンスなのかもしれないね、選挙ってのは。だからそれで声をこう上げていただいて、でも今日はまだあと15分ぐらいありますけれども、この待機児童の話、保育園の話ですごく良かったなと思うのは、その柔軟性ってのは私今まで全然なかったわ。本当ですか。僕はどっちかというとね、高齢者向けの予算をひっぺ返して、うん、こんなもん子育てになってだって11対1なんだよ。そうですよね。だって 10% ないのよ、うん、ないんですよ。こんな国ないですよね。ないよ、うん、だってゆりかごから墓場までとか言っときながら墓場までって言ってゆりかごはまああんたやってよっていう、こういうことなので、僕は高齢者に向けの予算ってのは手厚すぎると思ってるんですよ、うん、あまりにもおかしい、これ、うん、世界的に見てもものすごくおかしいっていうと、なんだお前は親を大事にしないのかって、そういうわけじゃねえって話なんだけど、 そうですよね、それは有権者の年齢層かもしれないね。
本当そうですよ、うん、その結果が今のね、うん、本当に世代間格差になってしまっていると思います、うんうん、ですからそういうその柔軟なその受け皿作り、ね、保育園作りではなくて受け皿作りということで、うん、やっぱり我々、まあ、私たちは40代ですけど30代20代のそういう若いパパママないしはその予備軍の方が投票に行ってですね、うん、政治家を支えるというふうな世の中にしていかないと、うん、なかなかこの子育て保育問題は若年世代現役世代の方に向いてこないなという、うん、そうですね、やはりあのそういった世代の方がどん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 投票所に行くと、うん、もう政治家は無視できなくなりますからね、うん、はい、それはありますね、うん、はい、それでね、うん、あと15分なんですがちょっともう45分経っちゃったんですけれどもあのね、子育て政策とかね女性政策ということで今日は お伺いしたいと思ってまして、あのアベノミクスで総理というか政府が今回子育てビジョンみたいなものをまた作ってね、それはそれでいいと思うんですが、一時期話題になったものの中で、うん、女性手帳ってあったでしょ。あ、これね、私ツイッターで女性手帳おかしいよって書いたらもうね、もう賛否両論合合、うん、その通りだっていうのと何言ってんだてめえみたいなね、いろいろあったんですけども、順番に女性手帳のあの発想っていいのか悪いのか、やるんだったら私はこうだっていうのがあったら、もしあったら言ってもらいたいんですけどね。あのやるんだったら、うん、もちろん男性にも配るべきです、うんうん、俺はそう思う、うん、でもいらないんじゃないですかね、あの女性手帳も男性手帳も。ただ必要なのはあのやっぱり女性もね、うん、子供を産もうと思った時に、うん、卵子の老化の問題でなかなかほら産めないっていう状況も確かにあるんですよね、うん、正確な知識を教えてあげなければならないっていうのはもう絶対ありますよ。ただそれがまあ女性手帳なのかっていうのもありますね。永井さんどうですか、あの報道を見てね、まずどう思われました。まあ、私も結構個人で考えることじゃないかなっていうようなところもありますし、さっきあの吉田さんがおっしゃられたように正確な知識を、まあ、それを持っていることによって得られるっていうのはいいのかなと思うんですけれども、まあ、そう本当そういった得方じゃなくてもいいような気もしますし、そして本当女性に限らず男性が持つっていうのも一つだし、ですよ、ね、何のためにっていうところがね、不妊治療って女性の責任だけじゃないですもんね。男性側にもいろいろ問題があってできないんだから、うん、女性だけにそういあの、ね、子供を作るためのそういう、そうですね、女性手帳ってそういうのいっぱい書いてますよね、まあ、あの、うん、妊娠する前からの妊娠する前からのいろいろ書いてますよね、あの、うん、渡すんだったらもちろんもう男性も含めて同じにしていかないと意味がないと。いや、あのね、今ね、うん、不妊治療の話しましたけど、不妊ってね、私はねほとんどが男の原因だと思う、うん、あのね、今ねツイートコメントにあったんですけど、忙しくて子作りできねえって、忙しくてできないっていうよりね、忙しくてストレス溜まってんじゃないかと思うんですよ。でね、弱くなってんじゃないかと、なんでこんなこと私は自慢げないんだろうかっていうと、うん、恥ずかしながら言うと私の周りを見るとそんな感じ、みんな男の問題のような、全員とは言いませんよ、わかんない、うん、僕は医者じゃないからわかんないけども、私あの石川さんのおっしゃる通りだと思う、うん、結局その育児休暇もそうですけど、男性も長時間労働をね強いられてストレス溜まってうつ病になって子供もなかなかできないって、そういう本当に悪循環になっている気がしますね、うん、で不妊治療ってあれ女性はすごく痛い思いをするんですよね、なんでするんですよねって当人かよお前はって感じなんですけど、実際そうなんですよね、うん、すごく女性にこうなんかね責任を押し付けてる男のなんか責任逃れみたいに思っちゃう、うん、まあこう思えて、こういうふうに僕は思ってるのは子供が生まれたからかもしれませんけれども、うん、でもそういう点からしても女性手帳っていうのは、まあ、さっきコメントで金の無駄だからやめちまえってのが多かったんですけど、確かにそれはそうなんだけど、あえてもしその若年世代にやるとしたら、それはそのむしろその趣旨は若い男性じゃなくて若い人を使う上の人たちに言わせた方がいいかもしれないね。あんたたちが子供孫欲しいんだったら、孫の顔見たいんだったら子供のこと少し解放してやれぐらいね。いやお金の問題もそうですよね、もっと相続税をどうのこうのするとかなんとかっていうところからして、すごくなんかこうなんて子育て終わった人たち、私の親たちの世代ですよ、うん、がなんかこうなんで子供できないのとかね、なんでそんなもん母親見ないのとかね言われちゃうと、
そんなこと言ったってあんたたちが作ってきた国だろうみたいにこう思ったりするんだけれども、半分ぐらいは言ってることは正しい、うん、面もあるんっていう、うん、そう、まあ、私はでも環境の整備の方からまたそういったこう空気を作っていくっていうのでいいような気がしますけどね。でもどうし、でもね、女性目線でどうしたらいいのかね、そのどうしたらいいのかね、少子化がダメだと子供を増やさないきゃいかんというふうな価値観に立った時にですよ、うん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 、価値観に立った時にどうすれば本当にその若いカップル、若くなくてもいいんだけど、子供がその作れるというか育てられる環境に、何がキーポイントなのかね、お金の財政移転というのもありますけど、社会が変わるってのはよくみんな言うんですけど、社会がどう変わる、誰がどう変わるのかっていうなことになると、誰がどう変わるべきなんだろう、うん、そうですね、もう本当におそらくたくさんのもう様々な要因があると思うんですけど、私は子育ての時期ってね、本当に手がかかる時期って小学校入学までだと思うんですよ。ここを徹底的に支える、社会で徹底的に支える、すると、うん、そこを支えてもらうとお母さんたち仕事続けられるでしょ、で仕事続けられる、で将来もずっと仕事があるっていう見通しが立つ、うん、するとちょうどその時期って家を買う時期と重なるじゃないですか、うん、子供が、まあ、生まれて、そして家も買うことができたりとか、経済的にもこうどんどんいい回り方がすると思うんですよね、うんうん、やっぱりまずは1歳から5歳、0歳から5歳の間をとにかく支えるっていうのが必要じゃないかなと思うんですけどね。そのためにはよくね、例えば企業の経営者がそのマインドを変えなきゃいけないって、その通りなんだけど、うん、でも経団連のお父さんたちの顔見てると変わらないよねあれどう考えてもね。いやただこの間トヨタさんも出してましたけど、トヨタさんってトヨタ自動車、トヨタ自動車、短時間労働とか女性の夜勤をなくすとかっていうようなところを、うん、はい、取り組むっていう、そこはすごい企業ですよね。そうですよね、ああいうふうに大手がガッとこう振ると、うん、結構私たちの中小企業の方が本当はやりにくいの、人があんまりいない中で短時間労働になるとみたいなのもありますけど、うん、やっぱり意識を持ってそのあたり、私なんかは女性をたくさん雇っていきたいと思ってますんで、さまざまな働き方が可能な選択ができるっていうのを、うん、経営者としてはこう出していきたいなと思ってますね、うん、それとさっき私はその若年層の、まあ、20代の出産って若ければ若いほどいいってよく言って、まあ、それは分かりませんが、うん、だけど自分たちの祖父母の世代って、うん、40代で結構出産してたんですよね。私、また手前無双で恐縮ですけど、うん、私の母も父もですね、祖父母は40代の半ばなんですよ。あ、うん、まあ兄弟多いから下の方だから、うん、まあ、産み始めはもうずっとあれなんですけれども、その必ずしも40代がダメだってことにはならないっていうとですね、うん、この間あるところで議論してたら、いやそれはウィザンじゃないからだと言われて、うん、もう私も詰め倒されてしまいましたいろいろあるんでしょうけども、でもこの間朝日新聞かなで見てたら同じような記事あったんですよ、うん、昔は、まあ、戦前というかその頃は本当に40代出産は全然高齢出産というんじゃなくて、いやそれありましたよと、で50代も結構いたんですよみたいな記事があって、おいそうなんだと思って読んでたんですけれども、必ずしもそれが悪いわけでもないので、その辺のところの情報とか、今医学情報というんですかね、それはなかなか我々仕入れられないですよね、どれが一番あれなのかっていう。ただやっぱり20代とか30代のでやっぱり出産をしたいという女性が多いってことなんですかね、気持ちの上では、うん、あとまあ現実的にもう本当におっしゃる通り、うん、早ければ早いほどいいですよね。早ければ早いほど第二子第三子の、可能性が出てきますから、早ければ早い方がいいと思います、うん、でもやっぱり世代別の平均賃金なんかを見ると、うん、私が就職したのはバブルの頃だったので、まあ、これちょっとあんま比較になりません、うん、89年なんですよ、バブルの真っ最、平成元年に社会に出たもんで、もう全然比較にならないんですけど、今は20代の若者っていうんですかね、うん、給料低いよね。そうなんですよ、ね、いやあの低いっていうのはね、うん、絶対額が僕らが入った時の公務員の初任給ぐらいなんですよ、うん、だから
本当にね、うん、結婚してね子供を持つって普通のことがもうできない、ね、もう共働きじゃないと成り立たないみたいになってしまってますよね、うんうんうん、ねだからで仮に2人で共働きで、まあ、結婚して出産妊娠出産できたとしても、うん、さっき言ったように東京に住んでると認証保育所だと7万円だもん。そうです、7万円って。でそれ補助金付き、補助金は1万5千円ぐらいは出ると思うんですけども、まあ、うん、でも7万円は支出はしてます。それでも、うん、5万5千円ぐらいの負担はあるので、うん、でも2人が小学校前、うん、2人お子さんいたらすごいよね、10万ぐらいでしょ。でね、この間文科省かな、あれは下村文部大臣がねテレビで発表してたんですけど、自民党がね幼児教育無償みたいなで第3子から無償って書いてあったんで、ちょっと待てお前と第1子が産めないじゃんかよみたいな。そしたらなんか低所得者向けには第一子は無償みたいなことが文言が入ったので、うん、あ、まあこれはこれでバランス取ったのかなと思うんですけれども、うんうん、所詮日本の政府、今の政権って所詮と言っちゃなんだけど、そういう認識なんですよやっぱね、うん、第三子に無償ってそれ、うん、ないよね、そこまでたどり着かんよ、ね、そうですよね。あれあれですか、幼稚園だけ無料っていうのは本当なんですかね。だからそれがまたね、うん、差別だな、うん、だなと思うんですよ、うん、幼稚園に行ってた人間からするとですね、幼稚園というのは大変ありがたいんではあるんですけれども、うん、午後2時に終わっちゃうんですよね、うん、で2時から夜までどうしてくれんのっていうお母さんお父さんも結構いる、うん、いるというかいたんですよ、うん、今も多分そうだと思うんですけれども、あれ縦割りですね、なんとなく私はそう思います。だから、まあ、選挙前にこう挙げてることなので少し、うん、高ぶった部分があるんですが、選挙が終わって7月21日が参院選終わるので、それで秋の臨時国会がおそらく9月の終わりから10月ということになって補正予算ってなると思うんですよ多分ね、その時に具体化していくと思うんですけれども、その中でこれは声を上げていかないと、あのまま政府案通り行っちゃうと書くみたいな。いや幼稚園だけ、もし本当に幼稚園だけだったらおかしいですよ、うん、実際本当に経済的に困って働いてる層って保育園が多いじゃないですか、うんうん、保育園も含めて考えないと幼稚園だけっていうのは納得できないですね本当に、まあ、幼稚園はもともと昔の文部省、今文部科学省、うん、あれ教育なんですよね、要するにプレスクールっていう小学校の入学前っていう発想で、保育園ってその社会福祉っていうか、なんていうの、措置時代にあったあれなん、あのようにその教育じゃないんですよね、なんかかわいそうな人に施しをしてあげましょうっていうノリ、うん、でずっと続いちゃったもんだから、ほら昔養蜂一体化って言ったじゃないですか、うん、無理だね、もうあの縦割りでは絶対に無理、縦割りだと無理、もう絶対に一体化できないですもんね、まあ、今内閣府の方でだから、その私はこれは民主党政権の一つの大きな功績だとは思うんですけども、うん、そこで子ども子育て会議というのが一応縦割りを解消しようとして出て、それで始まろうとしているので、まあほんのちょっとは期待してるんですけれども、それでも後ろには文科省と厚労省がそれぞれこう自分たちの何思いがあってやってるので、政治で打破しないとこれそう簡単に難しいし、政権が弱いと官僚は超えられないような気がするんですよ。こういう言い方すると政治家の方に失礼ですけれども、なかなか役人ってやっぱりね強いですからね、うん、でも本当に優秀な方がたくさんいらっしゃるんでね、うん、優秀っていうかね、うん、そればっかりやってたらそれはねその道のプロにはなりますよね。でも硬いのはね、うん、僕はどうかと思うし、もうちょっとさっきのその育児休暇3年じゃないけども、うん、柔軟性、柔軟性を持った、うん、その政策というところにこう、うん、いかねばいかんなということですね。実はですね皆さん、そろそろこれあともう1分ぐらい3延長、はい、しました、余裕があります。そうですか、まあとりあえずあと1時間あ1時間じゃないや1時間これで済んでしまいますのでですね、皆さんお昼休みそろそろ終わりなのかもしれませんが、うん、この待機児童の問題はですね、私はしつこく言っていかないとね、これ負けちゃうよ、これ負けると思う。保育政策だけじゃなくていろんないろいろあるじゃないですか、これ例えば介護もそうでしょ、
いろんな政策これやれとか、例えば構造改革特区とかね、規制緩和とかってあるじゃないですか。負けるって、法律作っただけじゃ負ける。ですからこの番組ご覧の皆様もですね、政府が何かプランを出してそれでやったっていうふうに小躍りしないでください。必ず細部というか細かいところで巻き返されるというか元に戻っちゃうことが多いんですよね。でそれはですね、まあ、我々一有権者はその自分が選んだ政治家、まあ、そういう人たちを頼るしかないんですけれども、どん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 声をこう上げていって訴えかけるというのが大事かなというふうに思って、そういう意味では指沢さんもね、うん、そっちの世界を目指しておられて、はい、まあ、維新の会かどうかちょっと置いといて、うん、まあ、政党はね、維新の会はちょっとまあ今日は置いといて、政治信条としてはそういう子ども子育て政策に邁進して、はい、行くんでしょ。もうそうですね、もちろん私自身が、まあ、4人の子供も育てながら働く女性なので、もうそのあたりはもうしっかりやっていきたい、もうそう考えてますね。あとせっかく今ねツイッターとかのフェイスブックとかたくさんあるじゃないです か、うん、なんかたくさん皆さんの声をこう生で聞けるので、どんどん一般の方にね、政治家にメッセージをたくさん欲しいなと思うんですよ。で皆さんと一緒に考えていきたいなというふうに思います。そうですよね、せっかくこういう、はい、ね、そうなんですよ、本当に昔では考えられなかったような、もうこれでできちゃう、もうコミュニケーションが ね、 ね、たくさん取れるので、もうどん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 意見ね、たくさん集めて、うん、いい政策作っていきたいなと、はいはい、永井さんももうちょっと時間が来ましたけれども、最後にどういう事業展開、展望論みたいなものがあれば、多分ね、そういう解放も期待している現役層っていると思うんですよ。だって親預けられて、親も預けられるし子供預けられるっていうふうなこともあるわけだから、そうですね、見てる方にちょっとメッセージみたいなものがあれば、はいはい、私は、ま、小規模なものっていうのを、うん、今ベースに考えてますので、10名定員のデイサービスに、あと本当小さな小規模の保育施設なのか、もしくは保育ママという制度を使うのかっていうところが、今ちょうどの申請をしていろいろと話をしているところなんですけれども、そういった小規模なものが地域にたくさん本当すぐそこにあるっていうような状態を作ることによって、地域と一緒に介護であるとか子育てっていうのをこう考えてやっていきたいなというふうに思ってます。なので働く女性にとっても本当そこに来て自分の子供を近くで見ながら仕事をしていられるっていうような環境ですし、子供にとってもなかなか家でおじいちゃんおばあちゃんと一緒に生活することが少なくなってますんで、そういったところを事業所に来ることによってコミュニケーションを取ると、まあ人っていうものがどういうふうに大人になって、また年を取っていくのかっていうのを体感できるっていうのも、子どもが感じることによっての教育っていうのも大きいと思います。で、あとお年寄りにとってはもうまず子どもってすごく、やっぱり笑顔が出る元になりますんで、そういったところの異世代の交流っていうのもすごく魅力的だと思ってますので、はい、地域に根ざしたものを作っていきたいなと思ってます。ぜひベンチャー魂で頑張っていただきたい、はい、で最後にね、海老沢さん、これはちょっと保育の話とは関係ないんですが、はい、今回ね、はい、国会の方ではネット選挙解禁ということで公職選挙法が改正されて、うん、次の参議院選、国政選挙からネット選挙が解禁ということで、都議選は解禁じゃないんだよね。そうなんですよ、今回まだなんです。だから今回は、ね、はい、海老沢さんもそうだし候補の方がインターネットでこういうふうにこう出れるっていうのは何月何日まで、6月13日までです。13日、14日が告知ですので前日までです。実はですね、裏話をしますと、この番組はそれよりあと6今月の半ばぐらいを想定してたんですけれども、海老沢さんに問い合わせたら出れないということで、ここにじゃあ出る日を選ぼう、モザイクかかっちゃいますから本当ですよ、もう名前も顔も全部モザイクかかっちゃいますから。それじゃあなんか変なあれみたいだったあれですが、まあ、そういうことでネット選挙はですね、国政の方で解禁されるということで、都議選はまあ残念ながら今回はまあダメで、はい、その次と解禁ということですが、まあ、しかしそれまではこういうものでもね、いろいろできると思うので、はい、いろいろ有権者の方と会話をしていただいて、ね、はい、なるべく我々の意見をこう食い取っていただくような政治をしていただければというふうに思います。昼休み
今日はですね、昼休みの放送をどんなもんかなと思ってやってみたんですが、皆さんいかがでございましたでしょうか。一応時間が来ましたのでですね、今日はこれで閉じたいと思いますが、この問題はしつこく追っかけてまいりたいと思います。お二人もですね、また出ていただく機会あろうかと思いますけれども、その際には一つまたよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はお忙しい中ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。これで終わりたいと思います。